姉妹兄弟なら行くっしょ。はバカバカ言ってんじゃねえ。なんで坂本の姉妹が、はふざけんなって。坂本の妹は絶対に結婚しませんから。坂本の元から離れません。絶対に結婚しませんから、許しません。いや、なんか想像しちゃって今悲しくなっちゃった。ごめん。いや、でもさ、絶対やだ。本当に無理。そんな、いや坂本本当に無理だ。もし本当にそうなったら本当にことが起きてしまう。多分マジで無理無理。もう何も知らせないでほしい。だったらもう、だったら何も知りたくないわ。勝手に結婚しててほしいわ。やだ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 、絶対見たくないわ。そんな、あの誓いのキスをしてくださいみたいなのあるでしょ。あの瞬間殴る自信あるもん。いや、ああ無理だ。は無理だ。あ無理だ。あーすっごい怖くなってきた。いや全然遠い話だとは思うんだけどさ、まだまだちっちゃいしさ。え、怖っ。待って、女の子っていくつから結婚できるの？え、日本の女の子はいつから結婚できるんですか？ 18？ ん？やだやだ。いい、絶対絶対絶対。いやもう坂本ね、まずだけど、妹ちゃんがもしね、好きな人ができましたって言って、連れてきて、女だろうが男だろうが、絶対にもう死ぬ気でジャッジするね。あら、あなた、ちょっとこの辺にホコリが残ってるわよ、って言って。ああ、そういうこともあなたはご家庭でやってなかったのですわね、みたいなこと言うわ。ちょっと、あんまりにも浅いけど、知識が。あら、そんなこともできないの。あー喉が渇いたわ、暑いわ、あ温度調節もしてくれないんですねって言ってやるわ。人んちなのに温度調節するやつおるかって感じだけど、あーあれしてくれないのって、あーそんなんじゃほんと、あーダメねーって、マイナス20とってやるわ。どう、完璧にこなされたら、え、もう完璧だったら坂本は泣く。本当にその場で泣く。なんでこんなやつと出会っちゃったんだ。なんで止める理由がないじゃん。やだって言ってギャン泣きする。妹ちゃん多分ね、坂本のギャン泣きしたら結婚しなくなっちゃうよ本当に。え、じゃあいいって言うと思うから、うん、絶対泣けないな。でも帰り道でギャン泣きすると思う多分。やだやだー、もうやだ、もうそんな想像やめよう。もういいや、怖くなってきちゃった。